さあ、始まりました。田辺の和室。始まりました。皆さんのね、ああ、疲れたなって思った時に、ふと頭によぎる人になりたい田辺です。皆さんのずっともになりたい酒よりです。態度はシンプルだ。シンプルな。シンプルだ、多分。シンプルに行こうとして。いや、もうちょっとね、複雑なこと言えるようになりたいね。複雑ただなのはちょっこと複雑か。疲れたと。い時や、にちょっと思い複出す雑人。じゃないよ。じゃあ、ちょっと、今回もイラストを紹介させていただきます。はい。今回は、福持さんのイラストを使わせていただきます。はい。ありがとうございます。かわいいよ、もいや、ありがとうございう。ます、本当私に。が狐で、田辺さんが狸なの。もうこれ、このまま絵本になる、できるよ。いや、本当、なるよね。すごいかわいいよね。これ、かわいい。めちゃくちゃもう、またシンプルにもうめちゃくちゃ好きなんだけど。いや、わかる。いいよこね。りゃ、子供たちからも愛されるね、これ。いや、愛されるよね。うん。あと、グッズ化もできそうな。また田辺さんが不穏な。でも、わかるよ。このトートバッグとか、このマグカップとか欲しいもタオルとかもできそうじゃん。ない。あ、タオルもいいね。なんかさ、ちっちゃい子がさ、持つやつみたいにさ、お名前って名前書くところあるよ、タオルでさ。いいね。いいな。ちょっと、かわいすぎる、これ、ほんと。いや、ありがたい。ありがあとうりごがざいたまい。ありがとうございます。本当に好きです。す。いや、本当、ありがめとうちゃごくざちゃい可ま愛い。あす。りがとうございます。実はですね、田辺さん。はい。今回なんと、和室が50回を迎えます。うわー、すごい。すごいよね。50回も。50回も和室続いてんだよ。すごいよ。50突回も。然の。今回は、ちょっと今までの和室を振り返っていく回にしようかなって。振り返るようなこと話してないんだけど。いや、ほんとね。でも、振り返ってみると、ちょっと1回目何だったっけなとは思ってる。1回目を覚えてないの。1回目衝撃、私の中ではもう、衝撃的な回ですよ。何？ドラゴンボールのピッコロさんとご飯と、私と田辺さんでディズニーランドにデートに行く話。あ、それが1回目？あれ、1回目じゃない？あ、それが1回目か。あ、そうか。そうだよ。あ、それが1回目か。そう。確かこれ1回目だよ。うわ、衝撃で1回目から何話してた？あ、そなう。るほどね。1回目か、それ。私のこれ1中回でも目。ね、やっぱね、私の中でもやっぱ忘れられないのはそこの回だね。私もこの回はね、田辺さんがさ、まだ、今はもうほら、ご飯と和解してるけど、まだ田辺さんがご飯にバチバチの回だったからさ、なんか、ほら、田辺さんがディズニーランド来てんのにさ、空気悪くなるようなこと言って。そうだ。私、あの時のこと忘れないからって言って。そう。あれ衝撃的なんで、地獄耳のピッコロさんに聞こえちゃってさ、そうだよ。田辺さんがご飯に意地悪言ってるの。で、私だけほら、聞こえなくて、ポップコーン何味が好きですか？ とか言ってるっていう話をしたんだよ。そうだ、そうだ。それね。あれはね。やっぱ忘れられないよね。あれ忘れらんないよね。忘れ普らんない段、し、定期的に話してるしね。普段さ、そうだ、定期的に話してるから、
つい最近のことかのように思うけど、1回目からね。そうなんだよ。この話ずっと更新されてるからさ、つい最近な感じもしちゃうんだよね。うん、そう。1回目か。そう。実は1回目なんですよ。ええー。うん。それか。そう。私はね、衝撃的だったのはね、田辺さんの野球チーム考える会。あれめちゃくちゃだったよね。あれ、偽田辺。うん。あれめちゃくちゃ面白かったな。あれだってもうわけわかんなかった気がする。だって、ベストナインでしょ。うん、そう。野球チーム考えようっていうベストナインの回でさ。亀梨くんとさ。うん。丈太郎。そう。に、しかも偽田辺も入ってる。そうだ。あれすごかったよね。なんか、あれ、あ、そうだ。安室透さんも入れててさ、田辺さんがさ、丈太郎とかがいるチームの中で、安室さん大丈夫かな、やっていけるかなってすごい心配してたけどさ、カトゥーンのさん、ね、お三方も入ってるけど、カトゥーンのお三方が全く心配してなかったのが、その時は気づかなかったんだけど、めちゃくちゃ後から考えたら面白いなって。確かに。安室さんがやっていけるか心配してるけど、カトゥーンの3人なら大丈夫だと思ってる田辺さんが。悟空とかさ、丈太郎とかいる中であの3人だろ。なんかあの3人大丈夫そうじゃない？なんか強そうなんだよ、うん。確かに大丈夫そうな感じ。大丈夫そうだよね。なんかカトゥーンって強そう、なんか強そうっていうか、なんて言うんだろうね。うん。やってけんじゃないかと思って。あの時その田辺さんのね、あのカトゥーンへの信頼の厚さを感じさせる回で、あ、マジで面白かったなのか。よく考えたら危ないよ、悟空と丈太郎いる中でさ、うん、普通に野球やんだよ一緒に。いや無理だよ、うん、あれは面白かった。しかも偽田辺も何なんだよっていう。確かに偽田辺ってなんだよ。あ、でも私あれもやっぱ、うん、キングオブプリズムとテニスの王子様の回。あれさ、あの後さ、キングオブプリズム私も見たけどすごいね。すごくない？なんだ、そう、あまりにも衝撃的すぎたしさ、田辺さんに実況しながら見てた。うん。あれすごいよね。すごい。あれ映画館で見たかった。あれ絶対映画館で見たら面白いよね。そう、なんかコロナ前はさ、映画館上映、うん、応援上映やってたらしくて。うん。行きたかったもん。いや、もう、あれは応援上映にふさわしい映画だよね。ふさわしいよね。曲もいいし。曲もいい、ね。曲がいいよね。うん、だってほんと TRF とか。うん。曲良かったよね。なんか、言っていいのかわかんないんだけどさ、うん、あんなに映画で笑ったの初めてかもしれない。いや、わかる。キングオブプリズムめちゃくちゃ面白い。わかるよ。ほんと面白いよね。マジ名作なんだけど。名作。だって腹筋がさ、うん、腹筋になんか攻撃してさ、うん、なんか雷みたいな客席にさ、落ちてたよね。うんだけどさ、うん、お客さんもさ、雷みたいなの打たれてんのにさ、ちょっと喜んでたよね。うん、なんかストリートダンスについて改めて考え方変わったかもしれない、私。いや、わかる。わかる。すごかったよ、あれ。あれ、すごいよね。いや、本当にみんなに見てほしい、あの映画。本当に見てほしい。あの映画、ハマんない人いるのかな？ね、あの映画をつまんないって表現できる人いない気がする。わかる。多分、うん、本当普段アニメとか見ない人でも多分面白いと思えんだけど、うん、あれは名作だよね。いや本当名作だった。教えてくれて本当にありがとうって思った。いや私もこれはね、友達が教えてくれてさ、うん、なんだこれはと思って。いや、いい友達持ったね。
いや、本当にあんな素晴らしいもの、あれを知らないで生きてたかと思うと、ちょっと悔しいよね。知れてよかった。なんか本当にね、あの映画見てる時間ね、本当幸せだった。わかる。え、なんか虹みたいなのにさ、三人が映し出されてるのとかさ、列車乗って空飛んでさ、なんか、例えばストーリーを説明しようと思ったんだけど、ストーリーが全く説明できいない。や、そう、説明できない。そのさ、状況なんて、ストーリーは説明できないのよ。全く説ストー明できリーないんはだけちょっど。と。でも、私たち今笑ってるじゃん。友達はもう何回も見てるの。で、何回も見てると、涙に変わってくるらしそうなの？い。じうん。ゃあ、まだ私はとか田辺さんはままだまだだで。見足りてない、まだまだなの？そう。私たちまだ笑ってるから。ああ。その先があるのか。その先がね、だからまだまだ私たちもね、勉強不足だね。いや、ちょっともうちょっと見よ、見、なんていうの、見て、涙流すとこまで行きたいな。いや、そう。でもあのだっ映て画本当何何回回でも、も見れる。あの映画、マジ何回見ても多分飽きないと思うんだよね。飽きない。あれは絶対や。だから、一時期、Hulu で配信あったのよ。その時にさ、見れたからよかったけど、今、Hulu に入ってなくて、今、何入ってんだろうな。何かなんのだったっね、け。サブスクで見れたら、そそう、れ入っ見てれるる、人見じゃん。れる。いや、本当見にれ見る。てほしい。うん。後悔させない。いや、本当に、後悔させない。本当に、名作だよね。名作。いや、本当に名作。いや、あなんんか、な映画。れは、そりゃみんなハマるわ。わかるよ。あれはわかる。おすそうすだね。め。あと、みんな歌がうますぎるのもちょっと笑っちゃうし。歌がうまいっていうのがそういう効果あるんだっていうん。う。歌うますぎてるよね。歌うますぎる。そう。やっぱ私たちの世代と、やっぱその TRF っていうさ、またそこもまたいいんだろうけどさ。うん。曲ほんといいよね。曲がいい。あとでも世代関係なくね、本当若い人たちでもその、また新しく、こうね。あれなんか、ミツバチかなんかになってるシーンあったっけ？あ、そう。お尻みたいなのがプリンってなって、ミそツバチに。うそうそう。あそこそこが。私、あれ忘れらんないんだけど、え、ミツバチになってるよね。えもうほんととかこ思っれ、て。そう、なんかプリンってしてた。あれこれ、もあのシーンすごい衝撃もう、的で。私もあのミツバチに笑っちゃったもん。あれ面白かった。そう、あとさ、そう、田辺さんがさ、映画からさ、テニスの王子様にめちゃくちゃハマってさ、テニスの王子様を見た後のさ、にさ、ラビットに出演するとさ、ラビットでの回答がさ、テニスの王子様に持ってかれるって暴露したからやったよね。そうだった。本当、私の回答全部テニスの王子様関連になっちゃってさ。だって、危なしかっかもた。なんか、視聴者の見てた人でうん。さ、それ当ててうん。る人がいてさ、あれなんかテニスそのおじさまっぽいって。そう。そう、まあよくわかってるなと思っ たよ。わかってる人田がい辺たよさんのね。回答テニプリっぽいってなって。そう。めちゃくちゃ反映されてたっていうのがあれ面白かったな。ああ、やっぱね、やっぱでも、テニスの王子様の映画も本当見に行ってよかったね。よかったよね。あれ面白かったな。うん、やっぱあれ、すごかったもんね。なんか、すごずっとすかっごたよかっね。た。あっという間、本当にあのテニスの王子様も見ててずっと幸せだったんだし。わかる。あれ、すごいや。何なんだろうね。なんか、ずっと見てられるって思った。そう。いや、だからさ、今、新テニスの王子様さ、やっててさ、まあ、見れてないんだけど、なんか予告というか、あらすじ？あらすじがニュースで
載ってて、ニュース、うん、LINE ニュース、うん、見ててさ、あら何これと思って。その第4話のあらすじ。うん。なんか、馬に襲われそうになった佐久野ちゃんが、うん。いて、龍馬が助けるんだけど、うん。じゃあ今度は後ろから犬が襲ってきたかなんかで、うん。で、今度また馬に乗った少年がそれを助けたかなんかで、うん。ね。で、うん、でもその、助けた少年が佐久野ちゃんに惚れたかなんかで、うん、で、そのまま二人が馬に乗ってテニスの対決するって書いてあって。絶対、絶対さ、見た方がいいじゃん。いや、そう、それ見たときもいても立ってもいられなくて、うん、あんたに送っちゃったもん、LINE、うん。朝のさ、5時くらいに田辺さんから連絡が来た、あ、そう、明け方に来ててさ、あ、田辺さんも抑えきれなかったんだろうな。教えたくて、教えたくて。ちょうどね、ラビットの準備してる時だったんで、うん、で、起きてて、うん、で、あら、何これと思って。もう、耐えられなかった。朝起きて一番最初にその情報が入ってきた、私。うん。全然楽しかった。それ、どういう状況なのか、やっぱ。どういう状況なんだろうと思って。すごい。でもなんか、テニスの王子様ならありそう、あってもおかしくないなって思わせるところがすごいよね。すごいよね。ありそうだなって思うし。うん。うん、いやー、テニスの王子様を。いやー、私もまた、新テニスがさ、まだ全然終えてないからさ。うん。ちょっと見なきゃってずっと思ってる。いや、そう。漫画で読んでもいいけど、うん、やっぱ動いてるの見たいよね。うん。わかる。テニスの人は両方いいよね。なんか、うん、ドラゴンボールもそうだけどさ、漫画もアニメも両方見たいよね。うん、わかる。いや、すごいよ。あの回もね、やっぱ。あの回も衝撃。あと、和室で覚えてる回は、田辺さん、何がある衝撃的な回。他何あったっけ？ありますよ。あ、でもやっぱあれじゃん。衝撃というよりは、ちょっとしたパーティーについて考えられたこと。確かに、ちょっとしたパーティー真剣に考えね。鈴井さんと、ちょっとしたパーティーができるとしたら、うん、真剣に考えたよね。真剣に考えた結果さ、うん、結果さ、というか、結果、その鈴井さんのイベントに出させていただいて、うん、鈴井さんの、うん、考えたちょっとしたパーティーを知れたじゃない。知れた。しかもそれが正解だった。うん。うん。いや、ほんとそう。うわ、ちょっとしたパーティーだって思いながらね。うん。すごかったよ。でも、ほんとさ、筒井さんのさ、プレゼン最高だったよね。和室じゃないけど、それは。あ、確かに。和室じゃなくてね、筒井さんのイベントだからあれだけど。だけど、ほんとさ、うん、ちょっとしたパーティーだっていうさ、うん、ネタあったじゃん。ネタあったっていうか。私たちのね、うん。私たちのでしょ？それがさ、ほんとさ、ちょっとしたパーティーのネタさ、もう劇場にさ、うん。いや、もうあれ10人ぐらいしかいなかったんじゃない？うん。シアター D だよね、今は。そう、シアター D、うん、今はなきね。シアター D で、うん、まあ、ちょっとしたパーティーだっていうさ。うん。あれが、まさかの。あれが、ね、すごいや。なんか、今のでまたちょっと和室ずれちゃうんだけど、シアター D の思い出になっちゃうんだけどさ、私、あの、シアター D ってさ、袖から履けるときちょっと独特でさ、うん、逃げ遅れたときあったよね。私。いや、それ記憶ないのよ、私。いや、覚えてない。誰か私と、うんうん、私と田辺さんで、しかも真っ暗で、その、うん、シアター D ってすごい狭かったじゃん。で、なんかその舞台の裏にカーテンが狭い、うん、狭い、ほんと隙間にカーテンがあって区切られてて、そのカーテンの隙間を縫って、その楽屋まで戻んなきゃいけないんだけど、うん、私たちちょっとミスって、そのうまくカーテンの隙間からの出口が真っ暗で、
見分けがつかなくん。て、次の人のが始まってんのにもかかわらず、カーテンにめちゃくちゃ私と田辺さんのシルエットが浮かび上がる感じで。いや、最悪だよ。最そうそう、めちゃくちゃ狭いからさ、あれだよね、人がいるのがわかるぐらいのさ、悪。うん。うん。浮かび上がっちゃう感じだったからさ。それすごい覚えてんだよね。ああ、ま、え、それさ、え、う次のん。人に謝ったよね、うちらきっかけ、ち謝っゃんとた、ね。謝った。だって、シアマタジーディーはいろ誰んなだっ思たいん出だがあろるからさ。う。いや、シアターディは本当にいろんな思い出ありすいぎるろんんだなけ思ど。い出。やっぱ、坂寄さんのノートにもあったけど、鈴カステラを何袋もコント中に。鈴カステラ田辺さんがさ、と、山口くんがさ、めちゃくちゃ大食いするっていうコントなんだけど、二人の食べるペースがさ、早すぎてさ、足りなくなるって。面あれすごかったな。あれはマジすごかったわ。白い。あれめちゃくちゃ面白かった。ね、お金かかるからさ、練習しなかったんだよね。そそう、この時間でこんぐらい食べれるって練習しないで、ぶっつけ本番で、鈴カステラ食べるっていうのやったら、二人のペースが早すぎてさ。あれやばかっ鈴たんだカけステラ、え、もうないんど。だけど。で、私がみんなに作ってたシフォンケーキもさ。そうそう、出てきて。そう。出さなきゃいけないぐらい足りなくなってさ。そうだよ。田辺さん。あ、怖かった。田辺さんと山口くんが普通にシフォンケーキを食べてるのただお客さんが見るって。あれ何だったんだよ。あれ面白かったな。え、でもさ、そのカーテンからさ、出れなくなってさ、いつも私側から履けなきゃいけなかったけどさ、履けられなくてさ、本当は私から入んなきゃいけないけど、坂寄さんが抜かしてさ、先に出口探すっていうふうにしてたよね。その一件からそういえば思い出してきた。急いでパッて行かないといけないから。そう。いあや、れ、ほんと。面白かったよね、シアタディの。シアタディじゃない、田辺の和室50回来てからシアタディの覚えてる。あれでも、やっぱ何と言っても、田辺の和室あれ、結構なお手前で、いろんなコーナーも生まれましたしね。いや、ほんとね、そうだよ、そうだ。みんなの茶柱とかさ、いっあと、ぱ名い。称も、利そ休っうそう、ていう琉ね。球の皆さん。いや、ほんと。ねえ、ほんと、コロナが落ち着いたらさ、本当に、私が利休ですって声かけてもらえるような世の中になってほしい。いや、ほんとにね。ほんとそうよね。すごい、でもなかほなか。んとさ、みんながさ、教えてくれたことで、いろんなさ、知らなかったいや、さ、ほん漫画とか食べ物とか知れたよね。と。確かにね。すごいや。あとは、でも、あと絵もね、自分たちの絵を描いてもらえるなんて。すごい幸せだよね。いや、本当にありがとうございます。本当に嬉しい。本当になんか個人的にいつかね、まとめて、私と田辺さんだけが所有するイラストブックとか完全に作っいてや、本当。本当だよ。ね。だって、結構ファンレターいただく中でもさ、和室を聞いてますとか、和室のファンですっていう方が結構ね、多くて。あ、嬉しい。嬉しいね。水曜日好きになりましたって言ってくれる人いると本当にすごく嬉しい。いや、嬉しいね。だって、寝れなかった人が寝れるってすごいことだよ。いや、もう本当、少しでもお手伝いができてると思ったらさ、いいよね。そうだよね。だって普通寝るときにこんなさ、声聞こえてきたら私寝れないんだけど。私だったら。でも、私と田辺さんのこの声が化学反応を起こしてみんな。え、だってこないださ、うちで撮ってたときにさ、アンディいたじゃん。ア寝ンてディたもよさ、ね。漫画読むって言っ言ってたたののにに。さ、気づいたら寝ててさ、寝あ、てたよね。やっぱ眠くなるんだって思ったもん。はるちゃんも前寝てたもんね。同じ部屋寝でて撮ってた。た時さ。寝てなんかた。さ、田辺の和室さ、
公開録音とかやるときさ、いつかね、スパとかのさ、リラックスルームとかでみんなの横になってもらってて、そこで。いつ寝落ちしても大丈夫だよ。確かに、そんなのやりたいよ。いいよね。みんな、すだって結構最後まで聞けてないって人も多いよ。ごい、そすれごくがない？果たして、それが果たしていいことなのかを確何か回に。聞いても、何回。だから私たちのこの喋ってるのもさ、ここまで聞けてない人もいる可能性あるはい、そう、確かにもうこの時点で寝てる人がいる。よ。リラックスでイルカの鳴き声とかさ、雨の音とかさ、そういうヒーリングミュージックとともに食べるわ。いや、すごいよ、その一部になってんのが。いいよね。目を閉じてください。呼吸を、みたいなさ、じゃあ、ヨガとかやってる人の裏でこれ流れてても問題ない。リラックスしてくる問題ないのかもしれねえ。いや、すごいない。よ。いやー。すごいよ。そんな人を眠らせるさ、音源が50回続いてたから。すごいや。ポケモンの技だよね、もはや。だって普いい通な。ね、私よくニコ生とか好きでさ、その好きな人が生配信、ニコ生やってた時とかもさ、もう深夜とかの配信する人多くてさ、やっぱ聞いてたら本当は気づいたらあれ4時だとかさ、あったのよ。途中で寝ることなかったんだけどさ。頼めます。逆いいにじ田ゃん。辺伸ばしてさ、あれじゃないの、もうさ、配信するのもさ、10時ぐらいが良かったりするのかな、逆に。今4時だもんね。10時ぐどうらいなしんただらろもう上がったと同時にみんな寝れますみたいな。う。どっちがいいんだろうね。どっちがいいん今までだなろうんとね。なく4時ぐらいに。なんか4時っぽいよねとか言ってたけどさ、4時どうにな、みんな寝ちゃったら大変だよ。どうなんだろうね。逆にね、ちょっと皆さんにコメントでね、教えていねえ、ただいて。この時間帯に配信してた、今のままでいいのか、それとも夜の方がいいのか。どっちがいいん頼だみろうまね。した。ねふとね、ふと疑問に思った。え。確かに、時間帯、まあ、再生する時間みんなが選べるからさ。まあ確かあにれなん何時だでけもど。いいんだけど。何時でもいいんだけどね。あと私さ、もう一個さ、衝撃回一個思い出した。何？田辺さんが布団捨てたっていうかい。ああ、布団ね。捨て布団た捨わ。てたってあれおもろかったな。で、しかもその、次の布団を買わずに捨てたっていうのがさ、も衝撃的だったね。う、なんかもう今捨てないとって思っちゃった。なんで？でも、なんで今捨てなきゃいけないのって。いや、今だって思ったの。今だと いいよね。思う。田辺の和室で、ね。あとなんかあったかな？衝撃回。なんかあったっけ？なんかみんなにも聞きたいね。私の中の田辺の和室、あ、何、何、章。田辺の和室一番衝撃的な回。確かに、聞こう。あれもあったよね。私、ボル塾がさ、敵キャラだったらさ、どんなステージにするか。それ。はい、あったよ。田辺さんのが、和室でさ、めちゃくちゃギミック使ってくるって覚えてない？うわ、それ覚えてないよ。アンディちゃんが商店街っていなんう。で、何商店街なんだ。はるちゃんは？はるちゃんが遊園地だったかな。で、田辺さんが、坂よりさん森だよって言って、私が森のステージ森。だ。あと、あれだよ、そう、あれは田辺さんの和室にまだ入れてくれてたとき、今も誰も立ち入り禁止じゃん。今そう、もうあの無と理きまだだ入れてくれてたからさ、あのよ。回は田辺さんの和室で撮ったか覚えてんだよ。ああ、なるほどね。あの和室で。あのそう、時もだあいのぶ和汚室かった。で。そうそう。
え、でか、もさ、面白かった。なんか、ほら、ベイクボックスからさ、駄菓子が出てきたのがすごい面白かったし。そうだ、そんな時もあった。いや、でもさ、あれ、もう、ほら、引っ越すじゃない？その、今もう、はるちゃんの部屋空いてんのよ。だからさ、物詰めてく時もさ、詰めた後、はるちゃんの部屋にしまえばいいからさ、楽だなと思って。どん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 、だからその、引っ越し作業を進めていくときに、はるちゃんの部屋を使わせてもらうってこと？だって、はるちゃん大変そうだったもん。見たでしょ？はるちゃんの部あ、屋めっどちゃんどん。大変そうだった。だって自で分しのょ？部屋にさ、自分がまだ住んでる状態で荷造りしていかなきゃいけないってめっちゃ大そう変だだよ。よ。大変だよね。私はその点さ、一個部屋空いてるからさ、楽だわ。でも、そう、楽だわって思ってると、あっという間に引っ越しの日になっちゃうからさ。いや、そう、怖いよ。でも、もう次の田辺さんの引っ越し先は和室ないんでしょ？ない。だもう、田辺の和室は、どうなるの？あるでよ、も、心に。これからは、田辺は確かにね、心に和室があるから、これからも田辺の和室は、そうだよ。心の和室を使って続いていくんだね。だっていきなり嫌だよ、田辺のリビングになったら。確かに、田辺のリビングとか、田辺のロフトとかね。やだ。和急室に。が一番しっくりくるわ。やっぱこのやっぱタイトル、和室がなくなっても、ね、心に和室があるか、田辺の和室は田辺の和室で続けていこう。そう、田一辺のリ回ビン和。グになったら、もう利休とかの名前も全部変えなきゃいけなくなってるしね。そうだよ。ねえ、だって和室はないけど、ほら、私、ほら、お茶？こうやってシャカシャカってやるやつあったり、抹茶碗とかあるし、そういう道具は和のものあるから大丈まんじゅうも好きだしね。夫。そうだよ、まんじゅう好きだよ、私。でも50回続いくってさ、すごいことだと思うよ。すごいよね、ほんと、すごいよ。こんな、本当ぐうたら喋って。言うね。寝転ぶ田辺さん、基本的に和室を取るときは寝転がって喋るっていだって今もう何も画面映ってないもんね、転がってるう。から。でも和室がさ、50回も続いたからさ、なんかさ、我々も含めてさ、なんか50回記念ご褒美を自分にあげるようにしようよ。私この後すごくいいサラダ注文しようとしてる。あら、いいですね。しかも野菜だから罪悪感ゼロ。え、すごいいいサラダ買おう。すごいいいサラダ。めっちゃ気になる。え、めっエちゃビの、いいサラダ。私の中でエビかサーモン乗ってるとめっちゃいいサラダなあ、んだけわど。かる。それそれ。ほんとそれ。わあ、いいな。頼んじゃ私、イボンの糸の高いやつ買っちゃおうかな。う。ああ、いいじゃ食べたことある？ん。ない。あれね、美味しいよ。本当に。ええー。あのね、イボの糸もすごく美味しいけど、イボの糸のワンランク上のやつ、さらに美味しいよ。うわ、イボの糸は食べたことあるけどさ、ワンランク上はないわ。ちょっとだけ普通のイボの糸より高いやつ、すごい美味しい。うわ、そうなってくるとめんつゆもさ、こだわりたいね。めんつゆもね。めんつゆさ、亀梨くんがさ、10年愛してる、めんつゆあんのよ。それは、どこの？岩手だったかな。美味しいめんつゆって、すごいいいめんつゆ食べたことないかもしれない。笹町、なんちゃら、岩手の花巻市にある高級だしなんだけど、もうずっとそれ。そんな美味しいんだ。もうやっぱ、それ、一目で、わかる。その亀梨さんの MC の番組でロケ行ってて、なんか、
亀梨くんってさ、すごいね。なんかこの、その好きなものに対してのその敬意だったりとか、そういうのがその、すごい伝わってきてさ。めちゃくちゃ美味しそうだったよ。10年も、だって亀梨くん料理めちゃくちゃ得意でさ。そんあ、な人が料ず理っするんと、だ。ええー。じゃあ、すごい、料理する人が美味しい。しかも10年でしょ？そうだよ。ええー、ちょっと食べてみたなんくなっか、た。揚げ出し豆腐もこれで使って。揚げ出し豆腐にめっちゃ、揚げ出し豆腐食べたい。食べたいよね。食べたい。亀梨君のめんつゆ。悲しく飲めてる。ええー、でも、50回だよ。次、目指せ100かな。確かに、あっという間じゃない？あっという間だよね。利休の皆さんも、これからも、和室とを楽しんでくれたら嬉しいです。これからも、ね、続けていくつもりなので。いや、ほんと。いつかさ、田辺の和室のライブやりたくね？やりたいよね。ここもちょっと企画してさ、ね、やりたいね。本当、本当、希望としては、阿佐ヶ谷ロフトのね、阿佐ヶ谷ロフトで本当にみん な深夜。でね、そう、深夜にね、オールナイトで、とりあえず、布団も用意しとこうか。寝ちゃう人のために。確かに、布団用意してやりたいよね。ねえ。で、田辺ていうのか和さ、室、いつでも寝落ち OK でさ。やりたいいいよ。な。阿佐ヶ谷ロフトとかもさ、配信ライブとかできんのかな？そしたら地方の人もね。さ、布団でああ、そうだよね。眠気 VS 田辺の和室でさ。絶対、田辺の和室深夜だもんね。深夜だね、やるとしたら。ほんと。そう、で、眠ってもいいよっていう。一回深夜にさ、ライブやったときさ、その次の日のさ、スケジュールが半端なくてさ。しんやどばかっかったたのをなんか急に思い出した。な。いいなぁ。ちょっとずつ、声に出していけば、もしかしたらマネージャーさんとかにさ、いつかやりたいですって言ったらいつかできるかな。確かに、いつかね。和室深夜。深夜、和室、ちょっと、そしたらね、勝手に8時間になるしね。昔誰かが、8時間田辺の和室やってくださいって言ってたけど、深夜ライブだったら強制的に8時間ぐらいなのか。確かに。そうだよね。ちょっなんか、と、その時ご飯もさ、なんか出したよね。出したね。あ、カレーやかばな。い。もうそろそろ時間が。あ、すごい喋りすぎてる。でではは、こされよからうも、さようなら。よろしくお願いします。なら。おさよ願ないしら。ます。さよなら。